この車の、コンセプトで、乗って楽しい、それとハイブリッドならではの、ファン楽しさ、その2つを目標にして、乗って楽しいということで言うとやっぱり運転して楽しいということで、そこで言うと、ミニの、キビキビした楽しさ、そこを1つ、大きな目標にして、やってきました。一つはミニでしょう。それと、シロックも変わりましたけど、その中で、ちょっと違うんですけども、ロータスエリーゼっていうのを買いました。そういった意味ではロータスエリーゼっていう車はホンダの人、この車を開発したメンバー含めて非常にいいインパクトを与えてくれた車だと思います。まずはハンドリングで意のままに走れると、意のままに車を操れる、そういったところで EPS の性能をいろいろと研究してまいります。それと車そのものの性能を支える車体の剛性、これについては基本はインサイトをベースにしてますけれども、そのインサイトの基本骨格をベースにシビックのタイプレベルの車体剛性を作り上げるというところを目指して開発してきました。でそういった車を今度はやっぱり現地で、ヨーロッパのあらゆる路面でテストを走って意のままに走れるかどうかの確認、それをプロトタイプごとに何度も現地に来て走って確認をしていました。チームもですね、いろいろなそのお客さんを研究していく中で、やはりその車を持つ存在感とか、コンセプトにもありますように、人に自慢できる、そういう価値を持った車、デザインであり IMA でありハイブリッドであり、そのパフォーマンスであり、人に自慢できるようなその価値を持った車と考えた。とても楽しい、気持ちのいい車になったと思っています。